カルビー株式会社は日本のスナック菓子メーカー。シリアル食品なども製造、販売している。1949年、広島県広島市にて松尾良食工業株式会社として設立。1955年現在の会社名のカルビーに変更。カルビーは当時の日本人に不足しているとされたカルシウムのカルとビタミン B1 の B を組み合わせた造語である。 1964年に発売された瀬戸内海の小エビを使ったカッパエビ船がヒット商品となりカルビーの名が知られるようになる仮面ライダーのカード付きスナック菓子や藤谷美和子を起用したカルビーポテトチップスの CM でも話題になった1973年に本社を広島から東京に移転2005年には3代続いた同族経営をやめて 創業課外の社長兼 CEOCIO として中田康夫が就任。バランスとスコアカードを経営に積極活用し BSC を用いて立てた仮説を検証するために経営の見える化を図った。2009年6月には米、ペプシコの全額出資主会社であるジャパンフリートレイの買収を発表。 ドリトスなどトウモロコシを材料とする商品で強みを持つジャパンフリートレイを参加に加えることでポテト関連商品の割合が70%を超える同社が新たに成長軌道を描くための基盤を整えた同時にペプシコが子会社のフリートレイグローバルインベストメンツ社を通じてカルビーの株式を20%取得しお株主となった2009年6月24日より 伊藤秀次に代表取締役社長をバトンタッチするとともに松尾正彦の指名により会長兼 CEO としてジョンソンエンドジョンソンの代表を務めた松本明を迎えた。同時に社外取締役制度の強化を図り、カゴメ相談役、清香浩二やキッコーマン取締役会議長、モテギ友三郎、一橋大学教授、一条和夫を招聘した。 カルビー旧本社ビル。現在はパルタック東京支社。カルビー広島工場、東東カルビー広島工場、西東北海道の1300のジャガイモ畑と契約しており、専用の運搬船、ポテト丸やトラック、鉄道貨物で本州等の工場へと運搬される。新宇都宮工場括弧内は製造所固有記号。下記の情報は公式サイトによる。 現在のコーポレートメッセージは、堀リガソ自然の力。1976年から2005年までは、健康と真心をお届けする。当時の提供番組であった、漫画日本昔話、おはよう。ナイスリー、青春ファンタジア菊池桃子あなたと星の上での提供企業紹介で読まれていた。他多数。またかつて、TBS ラジオの自報スポンサーを務めていたことでも、 知られる。境内について、以下に出演者の一例を記述する。ありがとうございます。